わっさー。はい、どうも、琵琶湖バス釣りガイド、ニックネームなすびです。よろしくお願いします。3月の24日の日曜日もなすびガイドやっていきましたので、お話をしていきたいと思います。本日は坂倉さんに遊びに来ていただきました。はじめまして、の坂倉さんです。今片付けされているんですけど、坂倉さんは、電車で来られで、最寄り駅では送迎サービスもやっておりますので、電車で来られる方もぜひ遊びに来てください。僕のガイドお願いします。で、今日も昨日に引き続き、少し雨予報だった琵琶湖だったんですけど、昨日は結構すこぶる雨が降っておりまして、寒い、三寒四温の、ザ寒っていう感じだったんですけど、で今日も、予報を見てみると、結果的に結構雨が降るみたいな感じだったので、かなりビビっているような状態だったんですけど、結果的に今帰ってきた一日の中で雨がそこまで強くなくて、少し降ってたんですけど、寒いのはもちろん寒いんですけど、思ったより寒くなかった。昨日が鬼畜すぎたのかもしれないんですけど、それも相まってか今日は結構マシに僕は感じました。ただ三寒四温の温か寒で言えば寒だったと思います。そんな中 で朝はね、結構風が弱くて雨もまだ降ってなくて、どんよりしてる。よく釣り人の方がいいと思われるような、天候だったんですけど、久しぶりに今日はホワイトアウトといいますか、朝一から霧がかかってって片付け、知ってるサイズですね。霧がかかってて、でなかなか、思いっきり走行もちょっとできなかったので、今日朝一は、シャローエリアで、シャローに差してきてるバスがいないかなと思い、バマストをひたすらバマストを、シャローエリアでやってたんですけど、反応がなくて、大体10時ぐらいまでやったんですかね。でそこから、いつもの沖のウィードエリアに入りまして、で今日は日曜日で、B リーグというか大会もやってる影響もあって、人が、ちょこちょこ、卸下付近はめちゃくちゃ人が多くて、でその他のエリアでは、ちょこちょこ人がいる。でおかっぱりの方は少しだけいる。そんな琵琶湖だったんですけど、10時ぐらいから沖のエリアのウィードエリアに入って、少し人もボートもポロポロと見られながら、そのウィードエリアで、一番の活性が高いような、いつもやるウィードエリアなんですけど、ここ最近では一番活性の高いような状態で、これは釣れそうだなと思い、カバースキャット入れてみたら反応がなくて、で、そういう時にミドスト結構反応してくれるんですけど、坂又シャット4インチの、ミドストじゃないミドスト 1.8g で、坂倉さんがなんと自己記録の52センチ、52じゃない、55センチ、おめでとうございます。はい、多分すごい喜んでおられたと思います。真横にいますけど、はい、喜んでました。はい、喜んでました。はい、どんな気分でした？最高でした。最高いただきました。はい、そんな感じですね。でそれから昼ご飯を食べで、昼から一匹釣れてる安心感もあったので、ちょっとバスフィッシング、ザ・バスフィッシングっぽいプラグ類で釣ってほしいなと思い、ミノをやりに行きました。昨日も一昨日もミノで釣れてるんで、ハードボトムのシャローエリアに入って、ミノをやったんですけど、結構乱眼したんですけど、あまり反応がなくて、そんなに暖かくもないし、なかなか刺してきてないのかな、もしくはいるけどもちょっと口が活性が悪かったのかな、そんな、感じでした。なんとか本当に坂又シャット4インチのミドストじゃないミドストで自己記録更新していただいて嬉しかったです。水温も大体8から9度ぐらいで、安定はしてるのか分かんないですけど、安定はしてるけど上昇はしてない、そんな琵琶湖なんですけど、明日から、週も変わって、来週といいますか、
来週からは結構暖かくなりそうな感じなので、琵琶湖バスどんどん多分ね一気に活性づいて釣れるかなと思いますので、皆さんも遊びに来てください。そしてナスビガイドも遊びに来てくださいということでした。はい、明日は Y さん、 T さん、 T さん、 T 君よろしくお願いしますということで、3月の24日の日曜日のナスビガイドのお話でした。ナスビガイドは4月以降募集しておりますので、下の概要欄からよろしくお願いいたします。4月ちょっと数日募集しておりますので、遊びに来ていただけると嬉しいですということで、皆様最後まで聞いていただきありがとうございました。